チャオ、こんにちは、レッドストーン小屋明石です。今日はですね、ソリスの新しく出たこのパーフェクタプラス、そして昔の騎士グラングスト、この2つどう変わったかっていうのを検証していきたいと思います。いやー、ね、前回のね動画見てもらったら分かったと思うんですけど、こっちかなりまあパワーも強くなってるんですよ。で、まあ味とかもどう変わったか、こういうのもね、ちょうどね、今日はね、しっかりね検証していきたいと思います。はい、ということで、昔のソリスと新しいソリスどう変わったか、やっていきます。お願いします。まずはですね、ポルタフィルターがもう全然違います。で、どう違うんかっていうと、見てください。昔の機種はね、これね 57mm、57、58mm ぐらいなんですけど、マスケが少しでかい、で、爪が2つなんですよ。で、これ今の機種、今のパーフェクタプラスの方になってくると 54mm で爪が3つになってると。で、これどう味が変わるのかっていうのは、今日はねちょっと僕もね検証しないとわからないんで、これは検証していきたいと思います。で、前回のね動画見てもらったら、かなりパワーあるのはもう、それはね、前の動画見てもらったらわかると思います。でも、この部分はもう全然変わった部分っていうのはあります。それは何かっていうと、このスチームノズル、これここ熱くないんですよ。スチームノズルね、普通はね熱いんですよ。今の機種は二重構造になってるんで熱くないんですよ。ただ昔の機種、こっち見てください、昔の機種になるとね、ここね熱いんですよ、スチーム出しちゃうと。この差はもうすぐ分かると思います。っていう感じで、もう早速ねエスプレッソ入れてラテアートまでやっていきたいと思います。ということで、そっち行きますね。はい、はい、グラインダーもねソリスのやつを使わせていただきます。で、豆の方はですね、トロトロになるうちのイタリアンブレンドを使っていきたいと思います。これね、豆の容量も合わせて今日はやっていきたいと思うんですけど、 16g で、ソリスの引き根は3でやっていきたいと思います。昔の機種の方が豆の詰めれる容量は多いようになってるんで、こっちはねバスケットちょっと小さい分ね、ちょっとまあ少なくなるんですけど、16は入るんで、今日はね、16で合わせてやっていきたいと思います。じゃあ豆引いていきます。はい、じゃあ 16g 引かさせていただきました。まあこういう感じでね、大丈夫ですね、全然。まあこっちまた余裕あるな、やっぱりちょっとバスケットでかいんで、うん、はい、じゃあタンピングします。新型は 54mm ですね。で、旧型は 57mm でやりますと。はい、OK です。じゃあね、僕同時にチョイスするんで、こういう感じで落とさせてもらってですね、片一方はエスペース、もう片一方のシングルショットでラテアートまでやっていきたいと思います。じゃあ早速いきましょうか。お願いします。はい、じゃあチョイスやっていきたいと思います。お願いします。つける、つける、さっきどうしようか、ここに行こうか、速さ重要ちゃう。行こう行こう行こう、行きます、押します。いや、気になる。最初のブラシは昔のやつもあります。新型はもちろんあります。あ、新型の方が速い。あ、でも落ち方は一緒やな。うん、そんな変われへんな、とろみもあんまり変われへん感じはする。あー、でも待てよ、こっちの方がやっぱ安定してるわ。止めます。大体一緒ぐらいですね。はい、はいやー、これね面白かったですね。はい、昔の方が安定しますよ、落ち方、うん、だいぶ全然違ったね。最初一緒かなと思ったんですけど、こっちの旧型の方が安定はしてましたね。で、濃さも同じグラムで同じ引き目でやってもこっちの方が強い感じするね。うん、まあ飲みますわ、味は。はい、そうですね。はい、いただきます。
じゃあまずはね、昔のグラングスとかいきますね。いただきます。ああ、全然味結構出てますよ。しっかり味出てますわ。じゃあこっちいきます。新型パーフェクトプラス、いただきます。ああ、やっぱり昔の機種の方がしっかり圧力かかってますわ。こっちの方があっさりしてる。こっちの方が濃い味は出てます。ただでも熱さがこっちの方がちょっと熱い、昔、今の機種の方がちょっと熱い気はしましたね。まあでもこれね、どっちがしっかり味出てるのかって言ったらやっぱこっちの方が出てる気はしました。旧型、うん、旧型の方が味出てる気がしたんで。バランス的にいいとかそんなんですか。そうですね。だから同じ引き目でやっちゃったからこういうのしっかり出たんですけど、こっちをもっと濃くしたかったら引き目をもう一段階細かくしてもらったらこれに近づいたりしますよね。だからまあその辺はあのグラインダーで調整していったらいいと思いますね、はい、ただ厚さがこっちの方が厚かったっていうのはちょっと気になるところですね。うん、でも味のしっかりさは昔のやつの方が出てました。まあ、落ち方も見てもらったら分かると思うんですけど、最後までしっかり落ちてた感じはしますね。はい、じゃあ今からラテアートですよ。ここスチーム、まあ、ほんまはね、あの同時に一緒にやりたいんですけど、同時に一緒にさすがにできひんかな。先に旧型からやらさせてもらって、で新型の方でラテアートやっていきます。はいはい、そしたらですね、さっき、抽出したエスプレッソにこっちで、ミルク使っていくんですけど、6オンスのコップなんでミルク160でやっていきたいと思います。で、まあ、スチームも置いてくるかな。あ、こんな感じですね、昔のやつはね。はい、じゃあやっていきます。熱いな、熱いね、これ昔のやつは熱い。めっちゃ嫌そうに言うやん。好きやね。いきます。このギリギリラインね、ギリギリライン狙っていってくださいよ。はい、あのご存知の通りこれね、弱いんですよ、全然回らないんで。でも頑張って我慢して回り始めるんで、回り始めたら空気入れてください。これぐらいで空気が入ったらマジでここのライン、このライン、このラインでキープ。で、まあ今スチームタイマー出てると思うんで、これ参考にしてください。どんだけ今のやつと昔のやつで差が出てきてるのか、時間の。ここでやっと回るんですよ。泡消えてきましたね、結構。そうそう、でもこれ消えてからが結構むずいんですよね。多分ギリギリラインで消していくと、ここね、このギリ消えたと思うけど全然緩いんですよ、まだこれ全然、うん、このギリギリ、ほんまちょっと先端見えてるぐらいやもんな、これ。あ、まだちょっと泡入れつつ、そう、入れてまだあかんね、このギリギリまで。そうですね、ずっとぐる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 攪拌させるとダメっていう。しかし長いな、全然熱くないぞ。長いな、長いな。いやでもほんま昔はこうなんですよ。お、やっと温まってきましたね。で、熱くて触れなくなったら止めます。ギューンっていう余韻もちょっと長いですよね。はい、どうですか。いや、いいんじゃないですか。はい、じゃあまあ同じ縛りでやりたいんで、まあリーフぐらいでいきますわ。はいはい、じゃあ昔の機種でやっていきます。いきます。いきます。うん、よいしょ。それでもうまいですね。ありがとうございます。はい、じゃあこれ昔のやつですね。はい、はい、じゃあそのままね、もうこっちいきましょう。お願いします。新型、はい、新型やっていきます。で、ちょっと冷めちゃったからね、一回もう一回温め直しますわ。新型の方のまずちょっと見てください、パワーこんだけあります。いきます。はい、強いんですよ。じゃあもういきますね。で、これ熱くないんで出してください。はい、全然触れるんでね。じゃあいきます。いつもの3点5ですね。そうです、3点5でもやりやすい、ノズル長いんでね。いきますよ。お願いします。はい、もうすぐ回ります。回ったら空気バッて入れて、この空気を消します。ギリギリない、回り方が違いすぎる、強い、ほんまに強い、これ強いですね、強いわ。じゃ
強すぎ。だから昔の機種の買った人の声が届いたんじゃない？うん、これ開発者にほんま強い。ほんのその辺の家庭用マシンあるじゃないですか、はい、火じゃないぐらい強いです、うん、じゃあ熱くて触らなくなって止めます。もう終わり。余韻がないんよ。クイーンってキュッて止まるんで、はい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 、キュッて止まる。そこもいいポイントやな。ほんまにいいですね。強い。じゃあリーフやっていきます。はい、おいーす。はい、うん、どうぞ。いやーでもこれ僕一個ほんまちょっとびっくりしたこと言っていいですか？うん、新型の方あるじゃないですか、はい、味的に薄いかなと思ったんですけど、車の残り方ずっとあったんですよ。確かにコントラストが全然違いますね。そうなんですよ。だから残り方が全然違ったんで、うん、これ難しいですね。まあでも味ですよね。はい、はい、じゃあ昔のやつからいただきますね。グラングストからいただきます。はいはいはい。いや美味しいのは美味しいですよ。全然美味しいと思います。ただここまでこのスチームを作っての味と思うんで、これはやっぱ難しいところですね。じゃあこの新しいパーフェクトプラスの方いただきます。うん、あーもう全然違うわ味が。熱い、熱さが違う。だからやっぱこれが強いからその分安定してずっと熱いミルク作れたってことですよね。飲んだ感じの入りあるじゃないですか。入りはもう絶対こっちの方が美味しいですね。全然違いました。で味は正直言って難しいところがあります。昔のグラングストの方はちょっとね水分多い感じしたんで、そのコーヒー感よりもミルクの方がなんかミルキー感が強いかなって感じしました。でもこっちの、パーフェクトプラスの方は濃いんで、コーヒーとのバランスっていうんですか、ガッてくるコーヒー感も結構感じたし、最後の余韻にミルクが来るって感じはしましたね。めっちゃちゃんと食レポできてる。どうしよう、なんかめっちゃ完璧っすね。真剣に喋ってたな今。いや、ほんまなんですよ。でも両方とも良さは出てますね。美味しいのは美味しいです、うん、好みは好みですね。ただスチームは 100% こっちの方がやりやすいですね。ああなるほど。で僕ずっとこんなパーッと喋ってましたけど、価格をずっと言うのを忘れてましたわ、うん、価格なんですけど、昔のグラングスト、これね今の価格、Amazon 価格5万5000ぐらいです。はい、で、まあ、新型パーフェクトプラスの方は今の Amazon 価格8万円ですね。まあそうですね、2万ちょい出したらこっち買えるかってなったら、まあ僕はこっち選ぶかな。ただフォルムとかこっち好きな人多いと思いますね。なんかエスプレッソマシーンって感じするんで、こっちの方が確かに、こっちは結構コンパクトがさがあるんで、まあ、これも好みやと思いますね。うん、でもエスプレッソに関したら引き目さえ合わせたら両方美味しくなると思いました。うん、めちゃくちゃラテアート練習したかったらこっちの方がいいと思いますっていう感じですね。いやかなりいいマシン発売したんじゃないかなと思いましたね、ソリスさんから。いや面白いですね。だんだんやっぱり家庭用のレベル上がってきてますよね。うん、全然違うわ。なので皆さん今日比べさせてもらったんで、これ参考にして、僕的には正直言って自分の好きな方買ったらいいと思いますね。結局できます、ラテアートもできるんでね。はい、ということでね、このねソリス参考にしてもらって自分の好きなマシン選んでみてください。ということで今日もありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。てか何回か使ってるやん。はい、で思ったのがずっと綺麗じゃん。ずっと綺麗なんですよ。ずっと綺麗やね。でなんか普通のエスプレッソマシンでここ開けてチューって言うやん。はい、言わんもんな。ほんまに言わんもんな。これはやっぱり企業努力とかそっち系になるんじゃない。うん、ほんまずっと綺麗なものは使えるわ。プシャーってなってないですもんね、ほんまに。なってた。今日の撮影ずっと静かやなと思ってたらずっと静か。こういうことやったんや。グラインダーだけちょっとうるさいけど他は全部静か。うん、いやいや、これ本編で言わな、おまけで言うことちゃうやん。